任天堂のゲームがやっぱ一番面白いと思いますわ。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今日なんですけども、10月の3週目の週末でございますね。早くないですか？年末あっという間ですよこれね。でまあちょっとお礼なんですけど、ちょっと前の動画で僕のチャンネル動画上がった時の通知が少ないからチャンネルの通知お願いしますってぼやいた動画あったと思うんですけど、あの後なんと 0.1% 増えました。やったー、マンマミーや。って言うてる中、いかがお過ごしなんだよおまんたちはって言うておりますよ。今日はそんなこんなお時間です。さあ今週の俺的ニュース速報のお時間です。今週起きたニュース、気になったものを一気に紹介していきます。一つ目、任天堂静かに怒る。8日 VTuber の息の根止めるし、およびちょっと待ってくれ、息の根止める、どんな名前よこれ。所属団体の真相組が9日公序良俗に反した10月8日のライブ配信についての謝罪を行いました。はい、とこれちょっと話題になってて、何をしたかと言いますと、スプラトゥーンっていう大人気ゲームがあるんですけど、インクを使って2チームに分かれて戦うんですよね確かね。でそちらを配信しながら AV スプラと称して、このインクをですね黒巻きで透過させて、その後ろでアダルトビデオを流すみたいなことをやったんですよ。これ分からない方もしかしたらいるかもしれないですけど、グリーンバックとか言うじゃないですか。あれって色を設定してその色を抜いてるんですけど、でその抜けた色の裏の映像で抜くっていう、嘘ですごめんなさい。これを配信でやってバンされたら負けってやつをやったんですよ。これが配信後悪い意味でものすごい話題になったんですけど、やっぱ理由としてはこんな形で配信するなと、それをねせっかく許可してる任天堂がやっぱこんなことすんのはダメだよとなるだろうがといった理由ですね。で最初はトレンド入りもしたということですげえ開き直ってたんですけど、ちょっとニュースサイトも取り上げ始めたということで、まあ、ちょっと焦ったのか謝罪ラッシュが始まりました。で後日お嬢様系 V の木風きみ子が謝罪、主な企画主催は私ですとまとめたということなんですけど、いやもう誰って感じではあるんですけど、これにですねあの任天堂も声明を出しました。ツイッターにて、 YouTube とのネットワークサービスにおける当初の著作物の利用については下記のガイドラインをご覧ください。公序良俗に反する利用や故意にゲームのルールを誤解させるような行為、ゲームやキャラクターの価値や世界を著しく損ねる行為、それらを助長便乗するような行為に対しては投稿の消去や法的措置を含めた対応を行うことがあります、ご注意ください。はい、本当にご注意くださいというものですね。過去にですね僕のチャンネルの動画でも取り上げたんですけど、任天堂にある法務部、実はここの法務部は世界最強であるという称号をお持ちです。ちょっと前でですね公道レンタルカートで走るマリカーというところが訴えられました。もう訴えられてしゃあないんですけど、で最初ですね、まあ、1000万円の損害賠償請求だったんですけど、社名を変更してごねたんですよ。すると5000万円になりました。でここを有名にしたやつだとドンキーコング裁判でございます。任天堂のゲームドンキーコングが映画キングコングのパクリやと訴えられたんですよ。でもこれ著作権の保護期間切れてたんですよね。だから関係ないやんって。でこれで終わらないのが法務部です。あら、ちょっと待って、ってことはお前らがパクったとも言えるよねっつって完全勝利します。ちょっと気になる方は概要欄見てみてください。まあこのスプラに関してはね、まあ色を抜いて裏で映像を流すっていうのはそれ自体はすごい面白い発想だなと思ったんですけど、 AV 流すのはあかんすよ。気をつけていきましょう。次です、2つ目、椎名林檎初のオフィシャルリミックスアルバム100役の蝶の限定版グッズが炎上。こちら7日ですね、東京はアイシャドウでおなじみ椎名林檎さん初の、まあ、リミックスアルバムが発売されたんですけども、その特典にヘルプマークに酷似したグッズを展開して、これ物議を醸しております。というのもですね、このヘルプマークっていうのがカバンとかに身につけて身体の不調を可視化するために作られたというものでして、これに似てるというのは本来何か病気を持たれてて着用してる人からすればすげえ危険だって迷惑なわけですよ。さらに色は逆なんですけども、赤十字を利用してると、これは法令違反になるんじゃないかということで炎上しております。現在ですね買えるのかなと思ってサイト見たら、多くの皆様からいただきましたご意見踏まえ弊社内で協議をしております、改めてご案内させていただきますと変更になってましたね。いやなんかこれ見て思ったのが、たまにですよ歴史的背景っていうのが分からずにその服装であったりとかマークを使っちゃって炎上するみたいなちらほら見ますけど、誰も知らなかったっていうのもなかなかじゃないと思ったんですけど、意外とこういうこと起こるんでしょうね。これはねちょっと僕も例外じゃないと気をつけないといけないですね。日々勉強勉強です。次です、3つ目、終末兵器ポセイドンがトレンド入り。10日ロシアはウクライナ全土への報復爆撃を決行。この背景にはロシア本土とクリミア半島をつなぐクリミア橋の爆破が原因だと思われており、10日のロシア安全保障会議にてプーチン大統領はこの爆破をウクライナによるテロと断定、脅威が続けば対応は厳しいものになると発言したということなんですけど、はい、とこちらも橋の爆破映像みたいなのもすごい話題になってたんですけど、依然として終わりを見せないこのロシアによるウクライナ侵攻なんですけども、ここで12日頃からですねこのロシアがですね原子力核魚雷ポセイドンというものを開発中ではないのかというニュースがありました。これが終末兵器とも呼ばれてまして、まず海中で爆破すると放射性物質を含む高さ 500m もの津波が発生して沿岸部の都市に襲いかかるというとんでもないものなんですけど、これロシア国営テレビがこのポセイドンは最大100メガトンの核弾頭を搭載、イギリスの沿岸近くでこの魚雷が爆発すれば最大 500m 高さの津波がイギリスを飲み込み放射能の砂漠と化すだろうと警告。さらに10月2日ですね、イタリアの一般紙ラ・レプブリカというところがこのポセイドンを積んだ原子力潜水
水艦が北極圏の基地を出航して核実験を行う可能性があると報じたんですね。でこれがね国内でも話題になったんですけど、やっぱりどう計算しても隕石レベルのものがあのスピードで当たんないと 500m の津波は不可能じゃないかといった声が多いんですね。結構専門家もそれはないだろうとはしてるんですけど、しかしながら核兵器使用に関してはかなり緊張感高まってますよね。それだけじゃなくて今ロシアのミサイル砲撃がウクライナのドイツ領事館に対して行われたってところでもこれかなり問題になってます。いや問題を超えてるんですけどね。まあ仮にですねここで核兵器っていうのが使用されれば世界を巻き込んでいくっていう状況になるといったところなんですけど、確実に状況は悪化してますよね。すぐさま停戦に関する協議をとは言われてますけど、うまくいくのかといったところです。ちょっとまた動きあればお伝えしていきます。次です、4つ目。事件後に犯人が駆け込み。今月8日、札幌市東区のアパートにて22歳の女子大生の遺体を遺棄した疑いで小野勇容疑者53歳の男が逮捕されました。でこの2人の関係性なんですけど、 SNS を通じて知り合っていた可能性があると報道されています。でこの理由なんですけど、この逮捕された男が事件を起こす数日前から Twitter にて事件との関連性を伺わせるような内容の投稿をしていたということが分かったんですね。これがね今 Twitter でもあるんですけど、ハッシュタグ死にたい人とつながりたいというものがありまして、それを、まあ、この被害者がもしかしたら書き込んで見つけた容疑者が接触した可能性もあるということなんですけど、その内容がちゃんと供養するであったりとか、 Twitter で知り合った人が本人の希望通りに亡くなった、複雑な気持ち、これで良かったのか分からないなどなど、さらに3人目かとかツイートしてるんですね。他にも3年半ぶりか、作業開始が少し遅れたから若干の不都合がとかあるんですよ。なのでもしかしたら余罪もあるんじゃないかということで今詳しく調べが進んでるということです。いや恐ろしいですね。この自殺願望なんかに関してはね、今ここでは軽く何とも言えないんですけど、まだ1日 2,3 件のペースではあるんですけど、僕の相談アカウントっていうのは一応動かしてるんで、これね分かったことがあって、結構吐き出す場としても結構有効みたいで、まあなんか悩んでるものをこう書き出すことによって自分が今後どうしたらいいんだろうっていうのももしかしたら見つかるのかもしれないと思ったんで、ちょっとよかったらね編集はすげえ遅くなると思うんですけど利用してみてください。最後でございます。少しだけ明るいやつですね。5つ目、弾痕。何が何でも入ってくるでおなじみ NHK 総合で兵庫県内での生放送中、番組内で世代のくくりについて取り上げていた際、皆さんは何世代でしょうか、段階やバブルと話し出したところで隣の女性キャスターが割って入り、弾痕と坂本アナの言葉を言い直しました。空気は地獄。数秒の沈黙の後、坂本アナは再び段階やと話し始め、森キャスターもほぼ同時に、あ、段階ごめんなさいごめんなさいと勢いよく訂正したということなんですけど、何が弾痕なんですか。はい、これには放送事故だとネットが一時ざわついたということなんですけど、いや生放送でこれは焦るでしょうね。訂正して違ったって結構新しいですよね。まあすごい疲れてるんでしょう。弾痕世代なんか聞いたことないですから、まあ生放送気をつけていきましょうということです。はい、というわけで今週以上でございます。最後の個人的ニュースとしては、僕が以前このチャンネルでも取り上げて、あのイベントも過去に組んでいただきましたイヨシコーラさんというね、コーラのクラフトメーカーさんあるんですけど、本当にこう美味しいんですよ。今も毎月飲んでるんですけど、ここがですねなんとナチュラルローソンにてボトルを販売することになったそうでして、今都内のナチュラルローソンさんで発売されてるみたいなので、いやこれはおめでたいなということで、ぜひ皆さんも買ってみてくださいということです。はい、では皆さん1週間お疲れ様でしたって、数年間これ言ってきたじゃないですか。気づいたんですよ、金曜日に言った方がいいんじゃないかって。まあ、そんなん言い出したら21時は深夜なのかっていう疑問も残るんですけど、こちらどっちがいいと思います？コメント欄までお待ちしております。今日は以上です。 See you next time!